ちは。こんにちは。ゆだかさん。はい。動画で、ちょっとなんか、面白いものを見つけたんですけど、一本足打法っていうのは、まあ、スタンダードとか有名じゃないですか。まあ、王さんが一本足打法だよね。はい。その逆です、つまり。逆、一本足打法。ああ、だから、踏み出した足の逆の方だよね。はい。を、こう、だから右、左バッターだったら、右足を踏み込んで、左足がこう上がるっていうことでしょ。はい、そうです、そうです。で、ポンって後ろの太ももにつくような感じですよね、イメージとしては。はいはいはい。で、あの、大谷選手が、ちょっとやってた動画を見たんですけど、はいはい、あれは、あれね、はい。あれで試合に入るっていうことはまずないよ。あ、ないんですね。ないない。あれは、練習の時に、うん、やってるだけで、まあ、意識づけみたいな感じだよね。うん、その効果っていうのは、はい。どういうことになるかというと、まず、右足こうやって踏み込んで、はい、左足をぶつけると、うん、この前の壁がしっかりするよね。だって崩れたらガタガタになっちゃうわけでしょ、うんうん、そうじゃなくてこっちの踏み出した足、壁って言われる足がしっかりするということだよね。それと、うん、体が開かないという、無駄に回転しできない。そしたらなんていうの、バットのヘッドがこう返ってくるという、こう綺麗に、うん、だからそういう意識づけの多分練習だよね、うん、だ実際に試合ではやらないけれどもっていうことですよね。あれ試合ではやらないのはなぜなんですか。まあやってもいいよ、うん、やってもいいけど 長くは続かないよ。それはどう、変化球とかさ、はい、いろいろ来るでしょ、はい、体に形を覚え込ませるっていうことは、うん、おそらくまっすぐしか要求してないと思うんだよ、うん、でも試合だと実際にはいろんな変化球が来るから、こうやって踏み出した膝、前の膝でこう追っかけたりしなきゃいけないんだよ、うんうん、はい、だから一本足で立ったら膝で追っかけるわけにはいかないでしょ。できないですね。でも形はそういうことを覚えさせておいて体に、はい、うん、試合ではその形で打とうというイメージだよね。あ、だけど実際変化球が来るとそれを追っかけていくという、うんうんうん、踏み出した足の膝で、だから試合にはできないよね、なかなかね。あ、そうなんですね。だから昨年さ、はい、丸が横浜スタジアムで、はい、ツイスト打法っつってさ、はい、丸が調子が悪い時に、うん、顔を完全に残してこんなやってホームラン打ったらもう、うん、多分視聴者の方を覚えてると思うんだけど、はい、あれは練習の時にやるんだよ。ああいう練習法あるんですね。体が開くを抑えるために、はい、だからこうやってツイストみたいなやるんだけど、うん、丸はあれを実際にあそこでやったからね。でもあれはね、なかなかねずっとは続かない。あ、そうなんですね。巨人が、まあ、優勝決める前かな、優勝決める、はい、まあ、大事な試合ではあったんだけどさ、うん、彼が調子が悪くて体の開きが収まんなかったんだろうね、うん、もう完全にこうやってもう体が開いちゃうから、はい、バットのヘッドが出てこないし、うん、彼は苦しんでたんだよ、うん、でもそこで一番そのツイストをやればおそらく引っかかったらボールがね、バットに引っかかってくれたら強い打球が打てるっていうふうに思ったんじゃないの。あ、練習でやるように、だからこうやって打ったけどさそしたらそれがそのまま出ちゃったってことですね。それがホームランになったんだけどさ。おお、だから練習って、はい、だから大谷をこう逆一本足打法とは言ってるけど、うん、実際にとっさに出ることなんだよね。でも確かにやってることは間違ってることではないし、うん、やっぱ踏み出した足が崩れる、うん、バッターっていうのはいいバッターがいないんだよ、うん、やっぱしっかり我慢ができるという、はい、それと我慢することによって開きを抑えるっていう効果もあるから、うん、あ、いい練習してるなっていうふうに思うよ。あ、豊さんも実際に例えば練習の時に実戦では使わなかったけれども、例えば打球こういう風なフォームでやったとか、そういうのってありますか。これね、実戦、俺のタイプはね、実戦でやらないことは、うん、無駄なことはしない、練習ではそれタイプ別ですか、それとも豊さんのなんか個人的な。俺は
そういう考え方なの。ああ、なるほど、なるほど。全然使わないものを練習でやってどうするんだっていうか。まあそこに意味か、意味ないじゃんっていうことですよね。より実践に近いこと。はい。例えば、ベタ足で打つ。うん、はい。こうステップはするよ。ステップはして、はい、こっちの左のかかとがこう上がってくると、人間の体って回転始めるじゃない。でも、これを抑えることによって回転できないじゃない。うん。バットのヘッドが走るでしょ。はい。そういうことは考えながらやったけど、はい、でも練習の時もこのぐらい、このぐらい上げるというか、試合の時も同じような、同じようにってことですよね。おー、理論が分かってれば、はい、無理して練習の時に強調づけようとかじゃなくて、うん、やっぱ常にそれを意識してるととっさに実践に出るということだよね。うん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 、あと他に面白い打法ってありました？まあ、すり足打法ももちろんあるし、一本足打法。いや、まあ練習法とすればさ、はい、まあいろいろあるよね、うん。例えば普通はこうやって左バッターだったら右手が下、はい、左手が上じゃない。はい。うんうんうん。こうやって振るでしょ。そうですね。はい。逆手に持って振るんだよ。右手が上ってことですか？うん。ちょっと振ってごらん。はい、左。こうですか？はい。いやいや、そうじゃない。ん？なんでこう出すの？どう？出さない。あ、こう、あ、マイクにぶつかっちゃう。マイクに。いや、マイクじゃなくて、こう出してごらん。こう出すってことですか？違う違う、こう、手首を返してごらん。手首をこう返すってことですか？違う違う。ちょっと待って。こっち、前で。前で。違う、難しい。お前野球のセンスがないな、そもそも。いや、大丈夫で、野球は好きなんですけど、野球はバット振ったことがそのないので分かんないんですよね。バット振った人がやるとさ、どうなるんですか、豊川さん。ちょっとやっぱね、脇が締まるんだよ、ここの。はあ、はい。脇が上げてると、うん、結局力ってないじゃない。うんうんうん。腕に、はい、やっぱ力入れるときって脇が締まる。はい。うん、だから脇の締める練習にもなる。おー、だからいろいろそういうことは取り入れるけど、うん、はい、でも俺の場合はあんまり取り入れなかったな。あ、そういうのは。あ、まあ確かにその一年中同じフォームで打てないから、うん、だからちょっと脇が空いてんなと思ったらそれをやったりとか。はい。でもそれよりも俺はティー上げてもらって、うん、そのネットがあるじゃない。はい。このネットに低い位置に打ち込む練習、うん、上に打ち込む練習、はい、いろいろしてたよ。ああ、その課題というか、それ別にっていうことですよね。そうだね。ああ、だから大谷もそういうふうに逆一本足打法っていうのを取り入れてるっていうのは、うん、まあ打者としてのやっぱ進歩だよね。ああ、うん、あと例えばホームランバッター、まあ長距離バッターとか、あと中距離バッターでもフォームだったりとか、その仕方も違ってくるでしょうし、右と左でも変わるってことですよね、練習方法だと。やっぱちょっと違うかもわからないな、考え方がね。うん、右投げ左打ちっていうのがちょっと違うよね、変わってるよね。だって左投げ左打ちの人ってこっちの上の手が強いじゃない。だからこっちでガーンって打ちに行けるんだけど、はい、こっちの右投げ、左打ちの人って右がリードの手になるから、はい、全部右でやろうとするんだよね。へー。だからそれを左手を使えるように、これがバットコントロールにつながるから、うん、うんうんうん、パワーとね。ああ、だからそれによってもまた全然違いますね。だから体突きだとか、はい、どっち引きだとか、うん、そういうのによって全く変わってくるよね、練習方法ってね。あ、もしかしたらこれから もなんかもっと面白いフォームだったりとか、足の上げ方とか、なんか距離ここまで上げるとか、なんかいろいろ面白い練習方法って出てくるんですかね。いや、これが AI が出てきてるから、うん、はい、インパクトゾーン、うん、振り出してバットが出てきてから、はい、このインパクトゾーンっていうのを長く保てるバッターが優秀なわけね、うん、はい。だからそれによってのフォーム作りっていうのは始まってるけど。ああ、そうなの。面白い練習じゃない、もう科学的な練習だから。
あ、もうその理にかなったものってことですよね。だから無駄がなくなる。あ、もう一切、そっか。だからこういう、なんかこういうフォームとか、そういう、なんか、私たちにとっての個性的なフォームとか、個性的な打ち方っていうのが、徐々になくなってきちゃうってことなの？なくなってきつつあるけど、うん、そのタイミングの取り方は自由だから。はい。振り出してからの問題だから。あ、そっか。だから構えはいいんですもんね。うん、そこまではいいんだ。うんうん、だ振り出してからの問題だから。全て AI になってくるんですね、やっぱり。絶対なってくる。固定観念が外れるかもわかんないの、いろんなことに対して AI が導入されるとね。逆に、うん、だからまあ今は守備位置とか、はい、いろいろ出してるけど、うん、これからはもっと打者もこんなとこで構えててポーンと打ってくるバッターも出てくるかもわかんない。あ、そうか、ここで構えずにもう目の前でってことですよね。もうここで構えといてポーンとヒットだけでいいんだろみたいな。ああ、うん、まさに無駄なことを。4割打者が生まれるかもわからない。そうですよね。まあ、無駄なことを省いてのってことですもんね、まさに。そっかそっか。じゃあ、これからちょっと進化していくバッティングフォームだったりとか、そういうね、うん、なんとか打法だったりとかも、ちょっと注目しながら、ね、見ていきたいですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。